はい、じゃあ今回、エリアミノーイング用のロッド、ハルシオンシステムから出ましたリズモ、パワーランクは L で長さは62です。で、まあ、L ですけどこういうちょっと66ぐらいとか7センチぐらいの MD とかも普通に使えるような、まあ、ファーストテーパー気味の感じになりまして、負荷がかかるとこうトルクがありながらしっかりと曲がる。でシングルバーブレスの釣りにも非常にいいですよ。で操作するときのやっぱり一番大事なのは、ラインを張りながら操作するんではなくて、やっぱスラックこうたるみを使ってミノを操作しますので、フラグを操作するので、このたるんだときの感度だとか操作感っていうのを非常に重視してます。でこの重視はしてるんですけども、この操作だけではなくてフッキング性能だとかファイティングのやりやすさとか、キャストのするときにね、あまり硬すぎないテーパーでスパッと決まるというのをメインに、このリズモの、6062の L というのを作りました。まあ表記はこんな感じです。非常に入門用としてもいいように28,500円、3万円を切る価格なので、ガイドとかそういうのは必要最低限の装備にしまして、ブランク性能にこだわったおすすめの1本です。ぜひ使ってみてください。これからちょっと実調をやってみるんで、その曲がり具合とかそれを見てもらえたらいいと思います。楽しいですよ。よく曲がります。よく曲がりますけど、パワーがあるんで、ちゃんとトルクも発生してるんで、しっかり寄せることができる。非常にいいスプレーです。かっこいいですね。次はブチブチのレッドちゃん。見えましたよ。
面白いですよ。ナイスパイト。これまたアワビでいきます。これまず投げてシュッと、そしたらカウントダウンですね。しっかりとカウントダウンして外についたらこう1で、スラックを使ってあんまり巻かない。ただ噛みつくだけ、止めない。ほらほら、あっ50m 走じゃないですからね、疲れますよ。結構疲れるけど、これやらなきゃダメです。とにかくラインスラックを作りながらカウントダウン、そしたら止めない、あんまり止めないでスラックを使って誘い込む。ある程度は早く巻きますけど、そんなにぐる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 早く巻かないで適度に巻く。ただ 70MD でちょっと月中とかより浮力があってダート力があるんで、ちょっとあの辺のブレイク沿いの個体を狙いたいと思います。うわスプレイク、よし、あ負けっぱなしですけど面白いですよ。どうですかね、食わないと思ってたのがパッてくるんで惜しいですね。70MD 釣れますか。濃いジャガーですね。遅いよ。もうちょっとで。リワは？あれ？これすごいじゃん。そうですよ。釣りましたよちゃんと。まあじゃあこれでもスキーで行こうか。トサクさんもう手二つですね、もう。ギリギリ。トイレ行っちゃったね。